あの元宝はなんだ。いやあれじゃない、地図が入ってるんだけどね、うん、名前が。浦上駅の国民宿舎は今年の3月に閉鎖されてました。このバスもこれも置きっぱなしか。そうだね。散歩坂長寿の頭。はい、行きます。こっちが、これがあの何横川の方から。もうそこから直接入ってくるの。横川の登れるんでしょ。ちょうどの頭よね、うん、こっちの方が厳しくて、こっちの方が楽らしいんだけども、うんうん、でこっちからも来られるわけ。この間ちょうどの頭行ったっけ。行ってないよ。行ってないな。行ってない。これで話だけだったんだよな、うん、あのどっか 見るのは見たと思うよ、うん、はい。あ、そうか、散歩境まで行っちゃうんだ。いやいや、行かないよ。行かないの。帰りに行く。ちょうどの頭。帰り散歩境の方行きます。うん。あれが置かれるんだって。へぇ。うん、あの、家具が付けられるんだって。そうなんだ。うん。ほら、ロケットの選択っていいんだって。知らない。俺の雨具は選択すると。暴風が起こっちゃうから。うん。上で切ってやったんだよな。うん。上で切るに切ってやったんだ。分かんなかったんだけどさ、どこで切ってやるんだ。うん、まあ別にまたがなくても、うん、結構なんか沢が意外とあるね。うん、沢はずっと残っています。うん、沢に光がついてる。へえ、うん、沢沿いの道です。あ、そうなんだ。うん、うん、小さい沢にしちゃ結構巨岩がすごいね。シャリバが出てきました。ちょっと待機します。はい、よいしょ。いやいやいや、よいしょ。あんまり、おう、滑るね。滑るね。結構この沢の岩がすごいね。これこんな、これ誰か登ったやついんのかな。なあ、すごいや。挟まってますよ今。こんなところですね。挟まっていきます。いや、大丈夫だよ。 OK、 よし。
ゆめさんと2人で取りっこしてますよ。あれあれあれ、ね、やっぱりカメラ構えるとかなり危ないよこれいいよ。あ、だけどこれ鎖に頼らない方がいいな。うん、鎖に頼らない方がいい。そうかもしれない。うん、鎖引っ張っちゃうから、うん、ここは後ろ向きじゃなきゃ仕方がないこれ。ああ前は向けない。はい、どうぞ。前は向けません。あ、そりゃそうだ、うん、どこに足があるんだろう。適当にこんなところを行くんですよと。いや、行ったんだよ。あ、行ったの。うん、行ったんだよ。そのバンドの方へ。最後の花ですね。結構上の方は割と緩やかになってる。はい、中入ってみたら岩屋でしょう。昔修行してた人がいたんじゃないの。人一人？人一人入れる。あ、結構深いよ。ほら。深い。深い。ああ。ね。何人かはいられるね。ね。うん。岩宿だ。うん。あ、その岩も大きいな。ああ。水はないですけど。しかし、コルが見えないね。なかなか届きませんね。最後の爪の谷かもしれません。最後の鎖棒、長い鎖場が出てきました。いよいよ最後、最後ですね。最後のルンゼを詰めていきます。うん、体立てた方がいい。体立てた方がいい。靴底がぺったりくっつけられるようにして。そうだね。うん、ああ、上が紅葉が綺麗だ。うん。
同じとこって長寿の頭です。これでこっち行くのか。うん、こっち行くんだ。いやいやいや。これの頭だね。これが上がちょうどの頭だね。これが長寿の頭なんだ。うん、すごいね。すごいなおい。うん。こんなもん登りこねえけどさ。これは登れねえわ。これはすごい。いけません。そっちはいけませんよ。道がついてんだよ、でもね。え？道がついてんだよ、ね。ついてんの？うん。へえ。いけないっていうところを見ると、いけない。あら。あ、こんにちは。ゆめさん、先行ってもらった方がいい。どうぞどうぞ、行ってください。さっきの岩峰の裏側なんだ。長寿の頭ってもっと向こうなんだ。なあ、これで練習したら声がしたんだ。うん、ね。じゃあ上がっちゃいますよ。今日登ったら上がろうか。ね。上がる？うん、この鎖でか。うん、鎖で登る。鎖で登る。ダイブはないか。はい、戻すんです。あ、動くかね。すいません、うん、ありがとうございます。これは長いね。長寿の頭に登ってるところです。わあ、結構みんな登ってんじゃん。これ長寿の頭です。うん、おー、すごいね、おい。ほんと。ああ、登んないよ。うん、いや、登んないよ、うん、いや。でも、これ一つ上に登りますよ。そこまで登ります。ここと。
ゆめさんが一人立ってます。ちょっと待って、待ってね。全然大丈夫だけどね。うん、アリノトあたりで来てる。あ、アリノトあたりでこういうのか。あ、向こう側で、あっちでいるわい。手水の頭からの眺めです。いや、もう覚えてねえんだ、忘れてたよ。こんな手間かったから、もうちょっと強かったな。あ、そうなの。手水の頭です。怖くない。うん、うん、さっき女の人がやっと言ったけど、ああ、うん、そこの今人がいるところぐらいなんだ。ああ、おみさん、どう、こっち来る。おみさん、手水の頭を今降りてきました。やっぱあそこああなるよな。今降りてくるつもりなんだよ。うん、あの女の人先ほどされた思うよ。うん、ハハ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 ハ。あんなところに人がいるよ。うん、まあ、どうしても渋滞するわね。うん、はい、ここがチムニーですよと。この鎖怖いと思ったら下れねえ。そうだよな。とてもじゃねえけど下れねえ。下れないな。ほら、戻る。でもこっちのさ、草突き折れれば下りられるんだね。どうかな。うん、ここ、こっち側。どこ？こっち側。こっち。うん、こっち側折れれば下りられる。最後するぞ。はい、ご苦労さん。え、登れるよ。うん、これ登れる。うん、あのチムニーって言うとさ、なんでしょう。
なんだっけ、巻く岩じゃなくて丸、丸、あそ、ま、巻くところ、うん、赤岩、赤岩です。いや、赤岩の上の方は赤くなってね、うん、ああ本当だ ね、うん、あれ道はそっち行くのか、降りるのか、うん、出て散歩に向かいます。まあ赤岩の今鎖を降りてきました。上ですね。上だってよ。うん。上みたいですよ。なんだこれは。それこそあのトラバースの場合だったら先行ってください。どっちが行こうって言ったの？え？トラバース？降りる時のは怖くないでしょ、あれ。潜水加工の。出だし、こうなる時は怖いんですけど、うんうん、あとはもう乗っちゃえばね、とっても快適で、うん、あと2倍、3倍ぐらい降りたいなっていう、うん、で、チムリーのとこもそうやったん？あそこは、ちょっと視点もなかったんで、うん、あそこはもう赤いはここをへずってきました。ああ人の声がします。それからこっち側がこれ、妙義山が綺麗だ。うん、乾いてるからね。ここ、光ですよね。全体的に妙義の山はね、まあ、ね、騙されて山岳部に入っちゃうからこうなるんだよ。彼に。あの前に。よしよしよし、ね、ここからちょうどの頭よく見えるし、うん、今日はゆめさんの誕生日です。バナナで乾杯。乾杯。ありがとうございます。うん。
はい、お昼を食べてます。俺もラーメン食べてるよ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアユーメさん、ハッピーバースデートゥーユー。ケーキとコーヒーでお祝いです。70歳誕生日です。バンザーいつ死んでもいいや。そうはいかねえ。よいしょ。な、おいしい。よかった。うわ、おいしい。おいしい。これ上等やね。オッケー、オッケー。よ。里屋や。こ、女道の方が道はややこしい。ややこしい。ややこしい。じゃあ手前の方はもうこれ普通の一般道だから。手前にしよう。手前にしよう。で途中にあと半月も経つと真っ盛りになる、ね、来月の終わり頃まで真っ盛りになる、あのものすごくいい場所だね。お水があります。お水があります。12時55分この間もみじ来た時ここまで来たっけ。まだ早いな、うん、1ヶ月は早いな。あそこほら本山見えるしね。あそうだ、うん、でここっちはほら杉だけど、うん、こっから下がな、うん、あの楓かもみじがあるから、うんうん、ここは綺麗だったな、うん、出ねえな。あちょっとこのカメラじゃ無理だね、やっぱりまだまだあと今月11月末ぐらいにならないと見ごろになりません。観音様、観音様、ありがとうございます。とりあえずお辞儀だけしていく。入り口さ、うん、この入り口は林道に3ここが入り口だって、これじゃあれじゃまるきりわかんねえじゃん。この入り口わかんねえよ。この岩はね、ロックガーデンの岩か。神奈川の4人組が帰ってきました。さあさあ、これで国民宿旧国民宿舎20分到着です。いいね。いやー綺麗だね。うん。ああ、釣りしてるんか。綺麗になる。ねえ。風がねえから。そう。